それではね、こちらパウダーグレーカラーの、マイクロループツイードウールニットになります。ちょっと名前がすごく長いんですけど、まず、パウダーグレーということで、これね色がめちゃくちゃいいと思います。本当にこう淡いね、ちょっとこう落ち着いたグレーカラーなんですけども、この淡さがねすごくねいいんですよね。明るいわけではなしに、すごくね上品な色目がねこう表現されてるんじゃないかなと思います。で次にですね、どっちから行こうかな。じゃあまずはこのマイクロループという、ちょっと見ていただいて分かりますか、ね、実はねこれすごく繊細なこのループ織りでね、ループ織りのこうツイードになるんですけども、すごくね繊細な織りでね表現されてます。出てるかな、大丈夫ですかね。こんな感じですね。本当にこうウールとの素材感の相性もねいいんじゃないかなと思います。でもう一つね、ちょっとこう推しの部分があるんですけど、おすすめポイントですね。これウールが 80% 入ってるんですよね。結構ウールふんだんに使ったね、素材感を楽しめる、ニットになります。で比較的ねこうイメージで言うと圧縮系のニットに近いかな、程よいこうしっかり感もありますので、そんなね素材感がね好きな方なんかには特におすすめですね。結構圧縮ニット使ってくださるお客様なんかにもね結構相性はねいいんじゃないかなと思います。厚みも、中肉厚なんですけど、程よいちょっとしっかり感もあるっていう感じですかね。作品のイメージで言うと、でもプルオーバーとかもいいと思いますし、お洋服全般にね結構いけるんじゃないかなと思います。すごくね暑すぎるわけではないので、特にね秋から冬にかけてのね、すごくこうちょっとね寒くなり始めたシーズンのお洋服全般なんかにちょうどいい厚みだと思います。で風合いは、程よい張り感とこう柔らかさがね融合されたような、そんな、風合いになってますね。はい、次ドレープですね。はい、ドレープもこんな感じになります。はい、綺麗に出るんじゃないかなと思います。最後に基地幅がこれ135センチあります。これもね容赦余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。まずねこちらベストを作ってみました。でこちらはですね本当にシンプルなデザインなんですけれども、共布のリブの仕立てになっているのがアクセントになっております。まずね襟ぐりですね、ちょっと広めにね開いているので、インナーともねコーディネートしやすいタイプになっております。こちら細めのね共布のリブで作っている仕立てになっております。でそしてあとね袖口、ここもアクセントになるんですよね。袖口も共布のねリブ仕立てになっております。で映りにくいですかね、ね、こんな感じになってます。で裾もリブなんです。こちらはねちょっと幅のねあるタイプになっているんですけれども、裾もねリブ仕立てになっております。でこうしてシンプルなデザインなんだけど、共布でねリブでまとまっているアクセントのあるタイプになっておりますね。こうしてインナーとね重ねていただいて、今回ハイネックなんですけれどもね、シャツブラウスとかとね合わせていただいても素敵になるんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、こちらはフレンチスリーブのチュニックを作ってみました。でこちらフレンチスリーブなので、こちらもね重ね着してこう長袖とね合わせていただけると暖かく着れるんじゃないかなと思います。で丈もチュニック丈なので、こう下にねパンツともね合わせやすい丈になっております。ね、こちらね生地が本当に素敵なんですよね。ちょっと毛足のあるというかループ状になっている生地になっているんですね。ね、とても素敵な生地になっているので、そちらを生かしてこうしたシンプルなデザインなんかが作りやすいんじゃないかなと思います。でこうしてベストとかチュニックとか以外に、あとカーディガン風の、ね、羽織物とか、ちょっとさっと、ね、着れるようなものなんかが作りやすく、あると、ね、便利なアイテムになるんじゃないかと思います。ぜひ、ね、いろいろなアイテムで作ってみていただけたらと思います。